おばちゃん、これさ、自分がさ、全部買ってあげようか。何時？全部よ。おばちゃんのプレゼントに、俺ら全部この靴買っていい。なしね、これ。今日はですね、12月の29日、寄付をいただいて、撮影費の、お金出してくれたんですね。お金をちょっともらいまして、予算が。それで何か面白いことをしろと、今日は、これ標準語でいくの？顔写メ。めっちゃ、どうぞ標準語。あ、じゃあ顔写メ、じゃあ顔写メ、光るのものまじだ。近くにね、靴屋さんがあって、靴屋、はい、そこはね、最近ね、閉店セールって書いてあるわけ。あー、出た出た。閉店セールの店に行って、この靴全部買うって。あー、全部買って、全部買って閉店させると。まあ、閉店させるっていうか、まあ、喜びはですよ。とりあえず10万円予算を持って行って、おばあちゃんがすっきり、ね、年末もゆっくり31日に寝れればな、みたいな。そう。あー、そうやったら嬉しいなと。だからこの車で来たんですか？そう。ここに後ろ。花屋さんの配達車を借りてきました。ここに全部靴を超ブーイング。どこですか？あ、そこそこそこ。あ、あれか。開いてある。踏み出し踏み出し踏み出し。桐野さん、桐野さんめちゃくちゃ張ってますね。撮影許可だけヒット、許可だけ取りましょう。めっちゃ晴天の紙が貼ってある。直するものばかり買わなきゃ遊んでられる。行きましょうか。じゃあちょっと失礼になったらから、もう普通の普通の感じで行くんですね。そこまで入ったら普通はで、元気元気だよ。よか、帰る。普通もう残ってまん、見てごらん、ゆっくり見てごらん。あ、ゆっくり見て。ちょっとさ、靴をさ、撮っていい？カメラちょっと。あ、カメラ撮っていい、靴を。あの、いい。ちょっとカメラ今撮ってもらう、靴を。買うところ、撮るわけ。大丈夫？ちょっと撮影してるわけ。俺今ここから靴買いますみたいな。やらしもってね。おじ何歳ですか？86。おお、若っ。元気。若く見えるんだけど。なんで減りましたね。減ったでしょ。もう一日で動いないかよ。これさ、もうお国はないでしょ、在庫は。あ、全部出したの？もう、そう、わからん。もう、あるだけ。あるだけ、もう、これは。なるほど。あの業者さんがさ、引き取るとかないわけ。見えない。始末するの、もう、あと。あー。なくなれば嬉しいな。うん、まあ、早くなくなった方がいいわ。なるほど。なるほどね。そっか。行きますか、じゃあ。家もおらんのなんであんた。家もおらんけ。家、とりあえず靴だけにしましょうよ。おばちゃん、これさ、自分がさ、全部買ってあげようか。何時？全部よ。おばちゃんのプレゼントに、60年やったかな。うん。俺が全部この靴買っていい。なんで、なしね、これ。いるの、俺が。よっか。いいけど。よっか、いいですか。全部買っていい。嬉しければね。嬉しいな、私は早くなくなら、あんまり人も買ってない。全部持ってきゃましたから、死ぬやつは。いや、もう年末まで俺は全部買って、うん、おばちゃんがもう来年清らかにさ、できればよくない。なんかいいのよ。よし、じゃあ今から全部買います。いくらになるかわかんないけど、ちょっと計算もしっくりや。計算もと大変やな。自分たち計算。おばちゃん計算できないの？でくだけ。計算高っ。7500円。これいくらなるかな。おばちゃん全部今日払うから。一体出てないっすとね。これ寄付。まあ、そのなんつうの、知り合いで、あの、なんですけど、土建屋さんとかいたらもうその人に売りに行く。これ、俺は代行、売る代行してあげようと思って。子供の靴は幼稚園のバザーとかさ。私はそういうの古典夢にも持ちおらん。これいくらかな。いくらっすかね。ちょっと計算しましょう、マジで。もともとは1万2000円だよ、これが500円。はい、行きましょうか。これは入ってるんですか、中身が。これ全部、それ全部入ってるの。これ300円ってこと。300円。じゃあこれが300円、ここまで。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、25、300円。300円が25。はい。
続きまして500円がね、19自家旅。自家旅のお菓子がこうやんのよ。あのお菓子がな、うん、じゃあのお菓子に売りつければいいんだけどな。100円よ。100円、そこでも100円。100円がね、31ですね。100円31。かわいいこれ。ほら、かわいいわ。ね、あ、じゃあここね。アイラのさ、ちょっと靴屋さんに来てくれなきゃ。今ですか。ちょっと一人じゃね、大変になってきた。今全部買うとこだからさ。ちょっとお願いします。はい、はい、大丈夫。ちょっと今知り合いを見ました。やばい、変なこと。次、ここはどこだっけ。ここは34。じゃあ48個、48、48、49、50、50個、51、100円が51。ここは貼ってたけ、貼ってたよ、ここ。そんな会場ないよ。会場なん今ここ旅まで行った。書いてないよ、まだ100円。100円からね。100円。もう行った。マジっすか。行んなかった。僕こっからね、こっからね。100円が。50と32で83。83ね。425円が。19。じゃあ次のコーナー行きましょう。32。じゃあここまで32回やった。500円いくよ。19個。一応ここまで、はい、今こっちは完了。終わりました。ちょっとちゃうの多かいくよ、ここ、はい、次のコーナー、婦人コーナーですね、これね。1100円って書けようからね、はい、お願いします。17。主婦の皆さん、やわらか素材ですから、ね、私が売りに来ますから、ね、おばちゃんの代わりに対抗しますよ。650円がな。13個。600円が1、2、3、4、5、6。6個。300円が2つ。よし、頑張るぞ、今から。これブーツですね。冬には今からいいですね。1100円がね。1100円が10。この色いいですね。それはこれと一緒に1100円なの。あ、これ1100円なの。それが一足、あとこれだけが750円。そうそうそう。あ、じゃあこれ足してて。足して、うん、1100円に。じゃあこれが750円が1個。750円が1個。はい。700円が3つ。子供なのかな、大人なのかな。大人なんだ。大人なんだ。水玉でいいね。600円がね、1、2、4、5、6足。すげえ数。思うのが。250円が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個。はい、女通り行きます。600円。これも550円だと計するわ。17個。250円がね、24。1100円に2つ。2つ、ね、はい、で、750円が1、2、3個。手伝いきました。マー君、チェンジ。大事だ。後輩に。はい、1250円。12ですね。850円が、850円が9。500円が3つ。700円が3つ。1250円が2つ。1000円が3つ。あ、3つか。3つ。財布は1400円。10個、20個、30個、間違えた。10個ずつ増えてた。頭おかしくなった。頭おかしくなったけど、2個3個10個20個30個だったもんね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個。ゲタは7500円。おお、買います。でもね、ゲタのあれを知ってる人も買うよ。マサメだからね。マサメ、もうそのままなんだ。そのまま木をね、木のままを木をくるい抜いてそのままってことだよ。引っ付けてないんだ。そう、だから高いの。高いね、これね、うん、俺、思い出に買う。買います、これも。7500円。3500円でよかった。あ、すいません。
3500円だね。二足。二足。これ俺が履くから。一生の思い出に。3500円、二足ね。はい。これで4000円です。2000円。千里。千里。おお。子供の通りね。はい。2000円で。2000円。はい。終わりやね。終わり。終わり。うんだ。はい。一体。一体いくらなんだろうか。はい。だ計算の加減頑張ってな。でも違うというかがね、300円の二。間違えたよ。300円の二はね。アマチンTV エピウィーク。昭和何年にしたんですか。二十歳で結婚して86やでよ。66年前。じゃあ下駄と靴と両方。66年のうちは長いですね。だよね。だよね。あっさりしてるね。美しいピンコンカーはご遠慮ください。分かってる。ちゃんと払うから今から。今日までやだよ。だよ。明日からしがならないよね。寂しい。いや寂しくはない、嬉しい。嬉しいよな。聞いてもう嬉しいって言葉欲しかったわけ。私は早くにとね、うろこちゃって一足でも売りたいわけよ。ね、物事なも捨てる。ですよね。寂しいって言われたらさ、もう俺も。いやいや、寂しくはない。よかった。うん、よかった。最後ね、俺が帰ってよかったと思って。おいでよ、夢にもうちょろ。夢にもうちょろ。まだこれを自分がさ、いるとこにさ、自分が移動で持っていくからさ。代行するだけだから。行ってみて無限とかね、これ行けんとかね。え、そん時はまだ持ってくって。これは見なさい。これはできませんし。これは見なさい。変な年は来たってやんでね。もしもし。あんたが戻ってからな、5分ばっかり経ってからやったな。全部お客さんが来やったわけよ。あんの怖い品物のバナ全部コクやった。コクやった。コクやわけ、今おいやっとここに。ここに書いてる値段でよ、全部。一足残らず全部すごいコクやった。嬉しかった、レオハに電話したつくよ。マルエーションじゃありません。マルエーションじゃありません。アマキンって言ってください。アマキンって言ってください。アマキンって。ああ。これでも品物は一層もネタでな。なあ、わかった。よろくちよろこもせないよ。多分嘘やんとかと思ってるかも。なんかそういうような感じだよ。俺詐欺やったから。そうだね、何か言ったよな。なるほどね。何かいいふうには取らんやった。すげえな。これやこれや、俺も年末にいいこと、いい人助けができたと思っても。1円残らず間違うんだよ。はい。富正チャンネルよろしくお願いします。 YouTube よろしくお願いします。チャンネル。ちなみにいくらぐらい予算あったんですか。10万円。10万円ですか。10万円もらいました、はい、で今計算してるんですけど、はい、いくらですかね。荒れてるかな。いやーどうすかね。ない時は、はい、もう消費者金融に帰れない。出た。お会計出ましたか。出ました。無駄お会計の金額を発表します。あ、なんかね、言うとね。いくらですかこれ。31万3025円。はい。31万3025円ですね。はい。おー、おい。すげー。ちょっと待ってくださいね。今、まあ、安いね。あ、安い。31万3025円になります。一旦自腹でさせ替え。31万3100円で、はい、お願いします。予算オーバー。ほんと言ったらもうしょうがないやんな。どこ切り。長年使ったんだね、これもね、ほら。長年使った。ちょうど確かに、ありがとうございます。夢にもお金入って。ただ明日、今から積み込みたいと思います。何言ってるんですか、これ。これ何してるんですか。今から靴を買ったから。
よいしょ。よいしょ。乗り切りますかこれ。もうこれ飲むしないでしょ。やば。行けますかそれ。大丈夫。一応これでシューズショップキリの閉店セール終了です。ございます。明日からゆっくり正月を迎えてください。また元気で、はい、もちろん食べてください。はい、ありがとうございました。ちょっと靴どうするんですか。まだ考えてます。予算オーバーやっちゃう。視聴者の皆様、もし何か活用法があったらコメント欄にでも教えていただければ助かります。甘靴、甘金靴、よろしくお願いします。まさか、制定してないとかないよね。真相解定。真相解定してないよね。